カール・フェルディナント・グツコーは、ドイツの著作家。3月前期における作家グループ、青年ドイツの中心作家として知られる。グツコーは、ベルリンのレンガ積み職人の家庭に生まれ、ベルリン大学において、ヘーゲル、シュライアー・マヒャーの下で進学と哲学を学んだ。1830年の7月革命をきっかけに、政治問題に目を向けるようになり、学業と並行して、 ボルフガングメンツェルと共に文芸雑誌を刊行、時事評論を多数執筆した。1835年に発表した小説、ウォーリーダイ・ザワイフ・ファローリンは、風紀ビンランの角で出版停止となり、靴子自身も3ヶ月の禁錮刑を受けた。彼の全著作は、ハインリヒラベのものなどともに、発禁処分を受け、この動きは、間もなくハインリヒハイネの著作にも及んだ。 1838年には、雑誌、テレグラフ・フュア・ドイッチュランドを発行し、フリードリヒ・エンゲルス、フリードリヒ・ヘッベル、ゲオルク・ヘルベークなどが寄稿した。グツコーノン幕の喜劇、トソフ・ウント・シュベアートは、1926年に映画化され、これをもとに、エドムント・ニックが1940年にオペレッタを制作している。ありがとうございます。